北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は、ご質問をいただいていますので、はい、早速先生に伺いたいと思います。2ついただいています。まず1つ目から、59歳男性の方からいただいています。北川先生、早川さん、こんにちは。先生のお話の中に不平不満を言わないとよく出てきて、自分は大丈夫と思い込んでいました。しかし、ふと自分で思い返すと、コンビニでお客さんが並んでいるのに店員さんのレジが遅くてイライラしており、自然とイライラしている自分に気がつきました。先生は不平不満を言わないために心がけていることはありますか？自然とイライラしている時に気づいていればよいのですが、後から気づいた時はどうしたらいいでしょうか？あるんじゃないですか、これは。真面目な方ですね、でも。ね、まあ、後から気づいていいんじゃないですか。それで、ああ、じゃこれから、あまりこう、そのイライラしないように気をつけて、不平不満のほら、僕らリングがありましたよね。リングね。はいはいはい、あれで練習しましたよ ね、はい、うん、あんなふうな、早川君が教えていただければいいね。いや、家に会いに行きましたよね。ああ、そうなんです。そのね、先生が、これ一応前提でここ初めて聞いた方にご説明すると、先生がね、やっぱりその不平不満、愚痴文句、言い訳しないっていうことをずっと提唱されていて、ね、一時リングを作られて、ゴムのバンドをね、皆さんに配って、例えば左手につけて、何か不平不満言ったらちょっと右に逆にね、はい、付け替えるみたいなことで、最近これを付け替えてなければ不平不満言ってないっていうことを提唱されてたんですけど、その前提でね、もともとウィル・ボーエンさんっていうアメリカで牧師を務めらってるらっしゃる方がですね、この不平不満を言わないっていう本を書かれて、まあそこからね、僕も先生に伺ってそういう本があるんだよっていうことで、まあ僕の場合ちょっとクレイジーなんで、その大元のウィル・ボーエンさんに会いに、アメリカに、まあ、行って直接インタビューもしてきたんですけど、まあ、ちょっとね、そういう前提がね、そうですね、はい、はい、やってきたんですけど、先生、どうですか、まあ、なんで、リング、まあ、練習としては、その、ね、僕ら黄色と青のリングを持ってて、はい、はい、不平不満言ったらリングを右から左に変えるっていうのを、うん、やってた。かなりやっぱその練習すると不平不満を言わなくなりますね、うん、こんなに言ってたんだっていうことは、はい、でこの方は偉いと思うんですね。こう後で気づいたときはどうしたらいいですか、うん、後で気づくだけでも偉いなと思います、ね、そうですね、本当ですね、うん、だからその時はいいんじゃないですか。自分にごめんな、そういう自分にごめんなさいということと、そういうイライラした場面、もしくは人に対してごめんなさいってこう言えば、うん、自分の中で気づきが生じるから、うん、次はやる前っていう心が生じるんじゃないですかね。だから、素直に、そういう自分をごめんなさい。そしてまた、うん、イライラした相手に対して、場面に対しても、ごめんなさい。もうね、うん、まあ、次は我慢しますとか、やりませんとかいうふうにやっていけば、この方はすごく高貴な方になると思いますけれどもね。そうですね。まあ、すでにね、真面目で、後から気づき、うんうん、そしてこうやって質問してくださる方なんで。だから、特にすごく、ね、そうそう、光を送ればいいんじゃないですかね。ごめんなさいっていうかね、うんうんうん、幸あれ幸あれっていうか、自分にも、うん、そしてどうなんでしょう、まあ、この方ね、すごく真面目な方でしょうから。そうですね、いい方ですね、まあ、僕は遠く及ばないですけど、ただ例えば僕だったらさらにここから気づいて、まあ、反省するのはいいと思うんですけど、やっぱりそこでまた自分責めちゃったりすると、まあ、またイライラしちゃうと思うので、やっぱり自分を許してあげるとかもいいんですかね、うん、そんな自分にごめんなさいって、嫌なやつごめんなさいって言えばいいんじゃないですけど、それと相手に対しても、ね、ごめんなさい、イライラしてごめんなさいって言ってれば、自分で謝ること、認めることと謝ることで自分がこう安らかになりますもんね、うん、癒されそうですね、はい、だからまあこれでいいと思いますね。十分処置はありますからね、そんなパーフェクトに我々はブッダや着る人にはなれないから、うんうん、はい、ありがとうございます。自分を許しましょう、そうですね、言葉で、相手も許します、ごめんなさい、許すと同時に謝ればいいんじゃないですかね。はい、僕はそうですね、ごめんなさいと許しますですね。はいはい、はい、ありがとうございます。さあ、もう一つ質問いただいています。北川先生、早川さん、こんにちは。ポッドキャストは初期の頃から、欠かさず拝聴させてもらっています。
いつも学びになるお話をありがとうございます。以前にも何度か質問させていただいた、ものですが、歯医者さんですね、のようですが、今回も先生にご教授いただきたくメールしております。北川先生が苦手な相手にこそ光を送りなさいということをよくおっしゃいます。漠然としたやり方はイメージできるんですが、もう少し具体的なやり方を教えていただきたいです。また、大前提として心の持ちようが大切だと思うのですが、どうしても嫌な相手、苦手な相手だと良いイメージがしづらくなります。そのあたそうりでのアすドね。バイスもあれば教えていただきたいです二ということです。つありますね。一つの方は、ハウツーですよね。こう、どうしたらいいかって言ったら、まあ、よかったらぜひ、一回、断食会に参加して、そこで、断食をすると、オーラを見ようっていう、で、実験をやるんです。勉強会。で、実際になんとなくオーラと、気を感じるっていう、気は感じるんですけどもね、オーラと。で、それを、気を持って、相手の方に、こう、左回りの金色のついた、もしくはピンクの色をイメージして、相手の方に、こう、幸あれ、福あれ、光あれ、という送る、ということを、教えてますね。だから私はいつも何かあったら、ごめんなさい、幸あれ、福あれ、光あれ、あなたに幸あれ、福あれ、光あれっていうふうに、こう、相手の方が幸せになるような、光を送る、左回りで送る。それも金色か、もしくは、ピンクですよね。なんでピンクかというと、イライラしてる人には、こう、愛、ピンクですよね。健康状態から来てる人にはグリーンの光。だから、なんか人生全体に絶望してるような人たちには金色っていうか、まあ、大まかに、私はこうそんな風にやって、それを皆さんに教えてると、やった人たちは、なんかすごく自分が安らぐと言われてますね。そうですよね。そのピンク色の瞑想なんか先生おっしゃってましたよね。やっぱり子供、赤ちゃんがね、お母さんのお腹の中にいる時のやっぱり色みたいなこともおっしゃってましたもんね。それから第3番目としては、どうしても嫌な人って、やっぱ、はるかさんも私もいるじゃないですか、合わない人は。私の経験の中で、なんか、その人の生い立ちや人生経験や、その人の、なんか、生い立ちといいますかね、こう、経てきたものを何かの拍子で理解したとき、その人を受け入れることはできるっていう経験あをりま何す回よもしてきね。た。だから、それはどうしても嫌な人は性格が悪いのではなくて、なんかこう、その人生は辛かったって言いますかね。こう両親が早めに離婚したとか、なんか、病気はとても辛くて、こう性格、自分を許せなかったとか、それから特に、母子家庭になってしまって、なんか辛い人生を送ってきた人たちとか、喧嘩ばっかりしてきたという人たちは、やっぱりちょっとこう人を受け入れられない、コンプレックスになんか悩んできた人っていうことが理解できたとき、なんか、その人が一途に生きている、その確かに。一途さをなんかすごいなと思ったときを受け入れることができる。私は、相川君がご存知のように、たくさんの、合わない人とも、こう、なんて言いますか、接するし、今、仕事って言いそうまですすよか、ね。やってるんですけど、だから、いつも、その人たちの生い立ちをパッと感じるんですよね、こう、オーラみたいなもんで。だから、それをパッと理解できたときに、なんか、その人を許せるって言いますかね。だから、キリストが言うように、すべての人を許すことは私もできないんですけれども、私はできないんですけども、まあ、大まかな罪をいっぱい課されたして、例えばプーチンみたいな人は許さないんですけど、いまだにその方向を辿ってる人は許さないんですけれども、方向を転換して、自分の人生を変えたいと思ってる人たちは、こうなんか、嫌いだと思ってた人が、すごくいい人に突然が理解して変わってしまうというのをたくさん経験したので、だらだらと喋ってしまって申し訳ないんだけども、その人の生い立ちと生き方をもしも理解できたときに、その人を受け入れることができたら、相手は変わりますね。でもそういう意味では、もう本当にね、僕は先生にも、まあ、ここさすがに、個別にはここで公開できないですけど、先生もいろんな悩みをね、討論させていただいたときに、やっぱり、まあ、僕自身の悩みのときは多分僕自身の生い立ちとかから、先生がいろいろ具体的なアドバイスもくださってると思いますけど、僕が例えばその人間関係で誰か悩んでるときに、やっぱり必ずね、
その相手はこういう生い立ちとか、そういうものがあるんだよっておっしゃるじゃないですか。なんかやっぱりそこ、そうですね。やっぱり、なんだろう。わかれば、僕の場合ね、まあありがたくて先生にそうやって直接伺えることがあるんで気づけますけど、そうじゃない方でも、やっぱりそのさっきおっしゃったように断食だったり、いろんな光のその瞑想をすればやっぱり気づけるチャンス。それは言語的に直接気づかなかったとしても潜在意識的に何か気づける可能性はあるってことですか？そうですね。で、本人が気づくことが大事だと思うし、で、周りの人はそのことを理解してあげる人に出会えれば、なんか我々はこう、融和できるっていうか、受け入れられるっていうことを経験をしますね。で、それでもダメな人は、まあ、言ってていいと思うんですね。だから、それとはこう、仕事、利益関係をこう結ばないって言いますかね、仕事で、どうしても結ばないといけないということはあり得ないと思うんですね。でもどうしても結ばないといけないんですよって。そのことは絶対ない。遠ざかればいいと思うしね。自分の利益を捨てればいいんですよね。でも不思議ですね。なんか僕もそういうことで先生にたくさんね、ご相談させていただきましたけど、逆に言うとちょっと逆説的ですけど、もうそのくらいの気持ちでいて、なおかつ光を送ると、本当別人のように相手が変わり変まわっすね。て、変わりますね。仕事も結びつくことありますよね。何なんですだかね。から、やっぱ向こうもこ探ちらしてのるんで何すかよ波ね。動も変わってるんですかね。い向こうや、だけじゃなくて、こっそうそう。ちだも。から、向こうも探してるんですよ。自分の、会う人、まあ、前の先週の話なんだけど、気持ちが通じる人、同じ道を歩める人を探してるんですよね。だから、まあ、それを嫌い続けると、対立と、離れるっていうことになってしまうけれども、ひょいっと理解してあげると、同じ道を歩める人なんだなっていうことが分かったときに、激変しますよね。これそういう意味では先生ご自身もこれまでの人生の中で、もうこの人絶対さすがに合わないわみたいな人でも、まさかのそういうことで変わって、なんかそこからものすごく親しくなった人っていますか？はい。いっぱいいます、いっぱい。あ、あげ素ら晴られないしい。けれど、もうヤクザみたいな人や、まあ、嫌いな人が、とか意いっ外ぱいと、今頭の上に出てはい。ますね、そこに。最初の印象、嫌な人だなと思ったら、付き合ってるうちに、あ、すごいいい人で、自分が偏見持ってたんだ、とか思うじゃないですか。自分の経験に合わせて、このタイプは苦手やなと思ってたら、自分の方が間違ってたっていうか、だからやっぱりあ、自分がなんメか、ガネかけちゃってますよね、文字通り、そう色そメガうそう。ネ。その経験をするようになって、そのメガネを外していこうと思うようになってきましたね。まあ、私の今の生き方が、たくさんの人を受け入れて、たくさんの人を救いたいと思ってるので、自分自身がひどくなら、いろんなメガネをかけないようにはできるようになったんですけれどもね。だから、皆さんもそういう人を救いたいという気持ちを持っていくと、私の同じように、色眼鏡を見てると、たくさんの人を救えないってことが分かってくるから、自分の中にあるたくさんの色眼鏡を外して、少し透明な眼鏡に変えていくという言い方をすれば、全ての人を受け入れるというのはなかなかできないと思いますけれども、まあ、生きていく上に十分な数ほど、たくさんのいい人に会えるようになってきましたね。いや、でも本当にこうやって伺うと、なんか、断食と瞑想って大事ですね。ハウの話になりますけど。ハウツーではすごい衝撃的な解決策をもたらしてくれますね。これなんか番組の立場上言っていいのかわかんないですけどね。こうやって番組と連動して僕、瞑想の基本と実践音声プログラムもね、作らせていただいて、まあ、ぜひこの方にね、ちょっと宣伝するようになっちゃいますけど、リリースされてるんで聞いていただきたいと思いつつ、僕自身もやっぱりいつも聞けてるわけじゃないんですけど、やっぱちゃんと、そういう今日みたいな話を、まあ、こうやって何度も挫折しながらも聞かないとダメですね。聞かないと。やっぱ実践することああ、大事ですね。一回聞いたわけでは分からないからですね。だいたい何回も何回も何回も、薫陶と言いますかね。よく言われるね。中にね、色をつけて薫陶するぐらい染み入らせるっていうのは、やっぱ何回も断食したり、から瞑瞑想し想たしりたり、ね。それから僕らの勉強会ですね。こう同そう、じ本当方向にに。入ってる人たちと経験者と、まあ、できたら、楽進会の中の、満月とか新月の勉強会、その方向を生きて、経験してみないかっていう勉強会をやってるので、その勉強会に入ると、なんか心が変わると、会社の方針も変わったり、部下の生き方も変えることができるから、なんかそういいんでではすないね。かな。もう、でも本当に。ね、早川君一言だけど、もう僕80になるんだけど、
これもあはい。と自分、仕事5年ぐらいだと思ってるんですよね。もうい最やい近、やいやい疲やいやいれて、やいもうあと5や、疲年ぐれらいた。で辞めるから。もう5年ぐらいで卒業しようと思ってるんですよね。だから今のうじちに来ゃあ、てください。いや、本当です、本当です。はい。ということで、まあ本当になんか、ね、まあ、薫陶って言葉ありましたけども、これだけ先生がお話伺ってても、なんか今日はちょっと刺さり方が、違いましたので、ぜひね、皆さんもこの番組繰り返し聞くのも、やっぱりね、リアルも含めて、足運んでいただきたいの。まあ、先生からあと5年と言われてるので、まあ、そういう意味でもですね、ぜひ、だなってんですもう、が、あと5年で85歳ね、であんすまり年齢よ。のことを言っちゃいけないですし、言いたくないです。先生120歳ですけど、まあ、ただそうですね、普通に考えたら、あと5年と言わずって言っても、まあ、あるかもしれませんが、はい。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。でも今回みたいなね、質問本当にありがたく、こうやって話がかなり深いところそうまでで入っすていね。けるので、ぜひですどんどん、ね、ご質問、お寄せいただけたらというふうに思います。そしてまさにリアル、いろんなイベントがあります。もう、これ明日ですね。明日なのでちょっと問い合わせいただかないとわからないんですが、名古屋新月の勉強会3月27日水曜日第2項、があります。ウィンク愛知でございます。3項、4項、5項もまた、次月以降ありますので、ぜひチェックしてみてください。そして今日の話もドンピシャですね。小国で断食会、4月12日から14日、2泊3日で、あります。北川先生からね、直接、薫陶を、受けら そうれ。ですね。はい。そしてね、やっぱりその仲間、もう今月のテーマいろいろありましたけど、そういう同じ道をね、歩む人たちと出会う本当に貴重なチャンスだとそう思ですいますね。ので、ぜひ、ちょっと僕も実は全然行けてないんで、ここで行けないかなと今、ちょっとなんとか調整して、ここでも行きたいなと、思ってる回です。先着順なので、ぜひお早めにチェックしてみてください。そして、東京楽神会、6月9日、東京神田ワイン会議室が、ありますので、そちらもチェックしてみてください。さあ、そして、人生を変える出会いでは、番組継続のための支援してくださる、サポーターの方を引き続き募集しております。サポーターの皆様には、毎月北川先生の特別講話、ここでしか、聞けない講話をお届けしています。もう50本以上の講話が全て見放題、聞き放題となります。最新のご講話、3月末はですね、2025年への準備、先月前編だったんですが、今月後編となります。まもなくお届けしますので、ぜひ、またサポーターになっていただけたら嬉しいです。こちらも詳しくは概要欄をご覧ください。ということで、北川先生、3月最後の今回放送となりました。また4月もよろしくお願いいたします。ありがとうごよろざいしまくおし願た。いします。ありがとうございました。Thank you.